こんばんは。ハロー YouTube。どうも、マサルです。この端末はサムスンの新型フラッグシップスマホ、Galaxy S9 Plus です。このスマホの最大の特徴といっては、やはりカメラで、デュアルレンズに対応しているほか、この上側に搭載されている標準レンズの方のカメラは、機械的な絞りが搭載されていて、この光を通す穴のサイズを大きくしたり小さくしたり、本格的な一眼レフのように切り替えることができます。今回は実際にその絞りを変更する方法をご紹介したいと思います。通常この絞りは自動的に切り替わるようになっているんですが、手動で切り替えることも可能です。まずは標準のカメラアプリを立ち上げます。そうするとモードを切り替えることができるんですが、ここでプロというところに切り替えます。そうすると、この部分に絞り値を変更するマークが出てきます。少し見づらいかもしれませんが、この部分です。ここを一度タップします。そうすると、ここに F1.5 と表示されたのがわかると思います。現在は F1.5 の絞り値になっています。この状態でここをタップすると F2.4 に切り替わります。もう一度タップすると F1.5。この切り替えを行うことで、本来自動的に切り替わるこの絞りを手動で切り替えることができます。実際にレンズの部分がどう変わるか見ていただくと次のようになります。このように手動で切り替えることができます。そもそも絞りをなぜ切り替える必要があるかということなんですが、まずこの F 値を小さくする理由としては、暗い場所でも明るく写真を撮るためです。そしてもう一つ、F 値を2.4と、この値を大きくしなければいけない理由ですが、例えば屋外など明るい場所でシャッター速度を変更することなく白飛びしないような写真を撮りたい場合、こういった場合は F 値を大きくする必要があります。これまでスマートフォンの場合、こういった機械的な絞りが搭載されていないため、F 値を切り替えずに画像処理で何とか処理をしていたところもあったんですが、この Galaxy S9 Plus の場合は、こういった機械的な絞りが搭載されていますので、あえてソフトウェア処理に頼る必要なく、適度な明るさの写真を撮れるようになります。特にクオリティの高い写真を撮りたいという方にとっては、この Galaxy S9 Plus はとてもおすすめの端末です。なお、この Galaxy S9 Plus ですが、現在 Amazon で購入できるようになっています。販売店のリンクはこの動画の概要欄の方に貼っておきますので、興味のある方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。このように手動で切り替えることができます。そもそも絞りをなぜ切り替える必要があるかということなんですが、
まずこの F 値を小さくする理由としては、暗い場所でも明るく写真を撮るためです。そしてもう一方、 F 値を 2.5、 そしてもう一つ F 値を 2.4 と、この値を大きくしなければいけない理由ですが、例えば屋外など明るい場所でシャッター速度を変更することなく白飛びしないような写真を撮りたい場合、こういった場合は F 値を大きくする必要があります。これまでスマートフォンの場合、こういった機械的な絞りが搭載されていないため、 F 値を切り替えずに画像処理で何とか処理をしていたところもあったんですが、この Galaxy S9 Plus の場合はこういった機械的な絞りが搭載されていますので、あえてソフトウェア処理に頼る必要なく適度な明るさの写真を撮れるようになります。特にクオリティの高い写真が撮りたいという方などにと、特にクオリティの高い写真を撮りたいという方にとっては、この Galaxy S9 Plus はとてもおすすめの端末です。なお、この Galaxy S9 Plus ですが、現在 Amazon で購入できるようになっています。販売店のリンクはこの動画の概要欄の方に貼っておきますので、興味のある方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。この端末はサムスンの新型フラグシップスマホ Galaxy S9 Plus です。このスマホの最大の特徴といっては、やはりカメラでデュアルレンズに対応しているほか、この上側に搭載されている標準レンズの方のカメラは機械的な絞りが搭載されていて、この光を通す穴のサイズを大きくしたり小さくしたり、本格的な一眼レフのように切り替えることができます。今回は実際にその絞りを変更する方法をご紹介したいと思います。通常この絞りは自動的に切り替わるようになっているんですが、手動で切り替えることも可能です。まずは標準のカメラアプリを立ち上げます。そうすると、モードを切り替えることができるんですが、ここで、プロというところに切り替えます。そうすると、この部分に絞り値を変更するマークが出てきます。少し見づらいかもしれませんが、この部分です。ここを一度タップします。そうするとここに F1.5 と表示されたのがわかると思います。現在は F1.5 の絞り値になっています。この状態でここをタップすると、F2.4 に切り替わります。もう一度タップすると F1.5、 この切り替えを行うことで本来自動的に切り替わるこの絞りを手動で切り替えることができます。では実際にレンズの部分を見て、実際にレンズの部分がどう変わるか見ていただくと次のようになります。